はい、住んで埼玉です。本日はゲストを、お招きしてます。マンションマカロンさん、お願いします。こんにちは、マンションマカロンです。今僕たちがやっている住まい相談の住んで、どこに家買おうかなとか、この家買っても大丈夫かなって言った時に、街に住むセミプロに、相談をできるという場所を作ってて、そのメンターにご登録いただいてるんで、柏の葉キャンパスだったりとか、TX 沿線で家探しを検討してる人は、マンションマカロンさんのプロフィールをチェックしてください。っていうのを一旦宣伝で挟んどいて、ですね、今回は、俺の発信論、はい。俺の発信論というテーマで、マンションマカロンさんとお話しできればと思うんですけど、はい、今ですね、フォロワーさんも1000にこう近づいていて、ありがとうございます。なんかこう徐々に、こう、着実にっていう感じで。本当ありがたいですね。ね、だから、マンションマカロンさんがどう言ってんだろうっていうのを見てる人がいる感じがしますね。はい。なんか、あ、この物件出てきた。マンションマカロンさん的にはどう見えるんだろうとかね。はい。そう。なんで、まあ、エリア特化型で、今ツイッターの方をやってらっしゃると。はい。いうところで、始めた経緯だったりとか、はい、こう気をつけてることだったりとか、はい、なんか今後の展望みたいなものが、ちょっと2人で話せればなと。はい。思います。ありがとうございます。はい。まあ、まず、マンションマカロンが誕生したのが、なぜ生まれちゃったのかと。それはですね、やっぱ、マンションを買って以降、また別動画で話してる、経緯を経て、マンションを購入、契約したわけなんですけど、購入した後の方が僕、マンションの沼に、もうハマりまくってるような状況になってて、で、その後、そうね、その時間を過ごす中で、発信して、みたいな、なんか、マンションのつぶやき、してみて、みたいな、そういう意志がどんどん強まってって、なるほどね。で、それで始めたのが、確か2021年の9月なんですよ。アカウント作ったのが。はい。そのまま半年ぐらい前。半年ぐらい前なんですね。はい、うん。で、その時は、とりあえず、まあ、周辺相場とか、やっぱ、一番気になってたんで、それを見るたびに、一応時系列として、記録残せてたら自分にとっても役に立つし。自分にとっても役に立つしね、微暴録的な、ね。そうですね。今はエクセルにまとめたり、結構趣味の範囲でしてるんですけど、それ始めたので割と最近で、当時はそんなことやってなかったんです。なるほど。で、それでツイッター見て、やっぱ当時振り返ると、あ、やっぱちょっと値段か違うな、みたいな、そういう思い出にはなるんですけど。なるほど。ですんで、まあ基本的にはマンション、自分がまあ辿ってるマンションとか、あとは相場とか、あとは新しく出てきた、まあ新築マンションのまあ特徴みたいなところをつぶやきたいなと思って立ち上げたんですよ。なるほど。ただ、もともと別のアカウントも運用してて。それマンション系？いや、全然違うんだ、はい。全く関係ない。なるほど。で、そっちは結構お試しみたいな感じで始めてたんで、もう正直何でもアカウントみたいな感じ。何でもアカウントみたいな。はい。で、何でもアカウントなんですけど、明らかにマンションじゃねえだろみたいな。さすがにマンションはどうなのみたいな雰囲気だったので、なるほど。当然反応もしてくれないんですよね。なるほどね。興味ないからね。そう。マンションの話なんか。お前全然違うこと言ってたじゃんみたいな。そういうアカウントだったので。なるほど。で、それはやっぱ、まあ、主観的にも思ってたから。それで、やっぱりまあ、別にツイッターってアカウント作るのタダだし、ちょっとやってみようかなみたいな。そういう感じで、ちょっと切り離しみたいな。なるほど。そういうイメージのもとで、マンションマカロンが生まれました。なるほど、そういうことですね。自身も家を買って、家を買った後も情報収集を続けていって、情報収集でも食べ過ぎて情報を。で、ちょっともう発散どころが欲しくて。みたいな。そうです。鳥さんのパターンですね。あ、そうなんですか。ほら、鳥さんと同じなんだよ。それに、まあ、比較的近い形ではあるのかなと。そうですね。はい。で、マンションマカロンさんは、なんかね、僕もフォローして、結構最初の方からフォローして気がする。最近ですかね。でも、これ結構最初の気がするんですよ。なんか、2、3ヶ月ぐらい前だから、全然僕もフォロワーさん、そこまで多くないイメージ。そう。なんかね、基本フォームをしっかりしてる方だなと思って。あ、そうですか。このね、ちゃんとスーモパトロールをね、ポータルパトロールを確実にやってる人。確かにやってますね。そう、確実にやってる方。で、それを継続できている人っていうのは、実はこれ少なくて、継続し続けてる人っていうのは本当にいないなと思っていて、まあそれを趣味もあるし好きだろうけど、こうコツコツやってらっしゃるっていうところと、あとね、すごいね、いい人なんだろうなっていうのは滲み出ちゃってる。あ、そうですか。なんかいい人っていうか、まあ、ちゃんとしてんだろうな、とかは思いますね。なんか。真面目っていう表現、あれですけど、コツコツできる人なのかなっていう印象。ああ、まあ、すごく牛歩ですけど、それはあるかもしれないですね。ただ、嫌なことは、もう一瞬でもう3日も持たない人間。仕事とかで、そういうの求められると、結構合わないですかね。やっぱ、あくまで、ツイッターとか、マンションウォッチっていうのは趣味の範疇。なるほど。おかしいですからね、趣味って。まあ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 。マンションウォッチが趣味っておかしいですけど。おかしいとは思うんですけど。買わないの？そう、買ったから。だからこそなんか上から傍観してるみたいな感じになっちゃって申し訳ないですけど。なっちゃって申し訳ないけどね。でも好きだから、あれはもうほんと僕の思ってることをそのまま載せてるだけなんで。わかるなぁ、わかる。だからツイッターで、そういう、僕もそういうタイプだから、同じような属性の人たちがとりあえず集まっていて、で、その人たちのやりとりっていうのを一般の人も見てるって感じですね。そうですね。その構図としては。そのなんか、頂上決戦じゃないけど、そういうのを発信してまで、いいねとかリプライとか送り合いたいっていう人がごく一部いて。それが中央区上落合とか。上落合さんのいいねマシンがやばいっすよね。いや、ほんと嬉しいです。ありがとうございます。いや、嬉しいっすよね。そう、だからそういうね、人たちがいて、マンション検討している人も眺めていて、マンション面で検索とかして、こう、見つけたい。はい。っていうようなところでやっているっていうのがツイッタースマイクラスターっていうのをざっくりした構図。で、その頂点にマンションマニアさんがいて、ノラさんだったりとかがいて、はい、スムログのメンバーの皆さんがいらっしゃって、スムラボのメンバーの皆さんがいらっしゃって、なんかその、野良的な感じでやってる、ね、そら豆さんとか。独立芸が。独立遊軍みたいな。独立っていうか、みんな独立してると思いますよ。独立遊軍みたいのがいて、住んで埼玉一派がいて、みたいな感じですね、確かに。ざっくり言うとそういう感じ。確かに、それってほぼ網羅できてる気がする。あと、湾岸タワマンクラス。ああ、そうですね。もちろん、そっちもありますね。湾岸タワマンクラス。あとは不動産クラスターがありますね。はい。また別に本業の人です。ああ、そうですね。そうそうそう。僕も普段、お付き合いというか、ツイッターでいろいろフォローさせていただいている方々は、やっぱり、不動産っていうよりも、なんかね、賃貸経営とか、管理組合とか。そっち系ですね。それもそれですごくやっぱり参考になるとか、専門的でね。管理クラスターって、ハルブさんを筆頭に、そうですね。管理クラスターがいて。なんで今俺ツイッターの説明してるすごい、これはこれで一つの企画ですね。そうそうそう。これちょっと切り出してまた別でやれればと思うんですけど、まあちょっと戻るとね、はい、こうマンションマカロンさんも、まあこうコツコツなんか発信活動されてると思うんですけど、はい、なんか気をつけてることとか、はい、なんかこれは守ってるみたいなこととか、はい、そういうのってあったりするんですか？あ、そうですね。すごくなんか事務的な部分が入っちゃって、すごいあれなんですけど、なるべく僕のフォロワーさんが求めてない情報はつぶやかないようにしてます。ああ、それめっちゃ大事。途中から気づいたんですよ、僕。最初はやっぱ趣味で自分が勝手にやってる趣味のアカウントだから別に好き勝手やればいいやと思ってたんですけど、いや本当ありがたいことにちょっとずつフォロワーさん増えてきて、でそれと同時に思い始めたというか、多分関係ないツイートもしてきたんですけど、それをするたびに、多少やっぱ数字が動くんですよ。うん。あ、アンフォローされたんですよ。そうそう。で、それはもう当たり前なんですよ。僕がそちらの立場になったら、だって、マンションの情報を知りたくて、そういうこと。フォローしたのに、なんか、昼飯の画像ばっか送ってくるみたいな。ああ、わかる。はい。それって、よくないって、よくないわけじゃないけども、求められてる情報じゃないんだなっていうのは、やっぱり分かってはいたけど、体感したことなかったので、なるほどね。なので、それは結構気をつけてます。それね、マジでポイントっすね。マジでポイント。特に1000行くまでのポイント。あ、そうなんですか。ね、ツイートしたいこと、つぶやきたいことつぶやくなっていうふうに僕もアドバイスすること多くて、いろんな人も。なんか、それって、僕めちゃくちゃ共感してて今。はい、まずは、自分の功を消せと。確かにまあ、それはありますね、絶対。功を消せっていう。で、功を消して、その見ている人たちが求めているものをつぶやいていく。で、これは楽しくないかもしれない、もしかしたら。楽しくないかもしれないけど、その地盤ができないと始まっていかないんですよね。そうですね、確かに。僕も、やっぱ趣味だから別に後継してるわけじゃ当然ないんですよ。ただ、あまりにも、個を出しすぎると、うん、もうまさに一人のマンションマカロンという人間のツイッターになり下がっちゃって、それはマンションのアカウントじゃなくなっちゃうんですよね。ああ、なるほどね。ですんで僕、まあ本当イメージ通り言ってるとこはわかんないですけども、まず8割はマンション。8割はマンション。1割5分ぐらいは、僕が住んでる町のこととか、あとは行った町のこととか、例えば最近だと埼玉とかもね、時々つぶやいてますし、で、残りが、本当なんか、衝動を抑えきれず、あ、にじみてしまった僕の子。ラーメン食いたいみたいな。そうそう。それが1割弱ぐらい。わかるわかる。その配分はすごい適切だと思う。あ、本当に。そう、わかります、非常に。で、それをやらなかったのが僕の一応まだ運用はしてる一つ前のアカウントなんですよ。ああ、そういうことですね。それがあったからこそ失敗とは思わないけども、数字上は多分失敗してるんで、それを見て感じた、まあ、反省みたいなのは、今のマンションマカロンに、まあ、生きてるかなとは思いますね。ああ、それはね、いやー、本当に素晴らしい。でもね、あれなんですよ。結局、マンションマカロン数字別に求めてないんですよ、正直言って。別にね。数字を求めてんじゃなくて、やっぱりいい関係というか、せっかく繋がっていただいてる方々がいるんだったら、やっぱ差し上げないといけないじゃないですか、僕ができることを。なるほどね。エンゲージメントってやつですね。そうですね。これからもやっぱりより反応していただけるようなね、いい情報っていうのはやっぱ骨にしていきたいなとは思ってますね。いやだから、よく、こう、フォロワー1000に行きたいみたいなね、人もいるんだけれども、1000までは、マーケットが求めることだけ、基本的にやるっていうのは僕はお勧めしたくて、で、それを地で言ってるっていう感じ。で、ただ、それ以降に関しては、ちょっとずつ自分の色を出していった方がいい。逆に。なんでかっていうと、情報で紐づいたファンって、情報にしか紐づいてないんですよ。はい。あ、わかります。で、情報にしか紐づいてないファンっていう人は、他に良い情報を発信する人がいたらそっちに行くんですね。で、ただ、情報で紐づいて関係性を築いた人に、パーソナルな部分とか見えていくと、好きになるんですよ。あー、ちょっと共感できる部分っていうか、僕自身そう思ってる人がいますね。あー、そうですか。はい。これがポイントです。いやだって、2年間ぐらいかな、2、3年ぐらいで、もう今は確か2万人超えてらっしゃいますので、それ、まさに僕、つんたぶさんの情報も欲しいけども、普段のツイート結構好きで、洗練された荒々しさみたいな。それは嬉しい表現。本当に、僕自身があんまり個性をあんまり普段の生活で出していない人間だと思ってて、そうなるとやっぱ個性的な人間ってすごい魅力的に映るんで、そこは多分僕はつんたぶさんをフォローさせていただいてる、ポイントというかね、僕の理想像の一部みたいなのを、そういう形で表現させていただいてるのかなっていう気がしますね。それはあるかもしれないですね。でもなんかね、どっかで、その自分の素とか、自分の腹黒さとか、自分のなんかこう嫌な部分、みたいのもコンテンツにしていくタイミングが来ると。それをやってるのがオカピです。いやー、オカピさん本当。オカピさんはね、あの人ね、化けの皮被ってたわけですよ。最初は情報で攻めたんですよ。あの人はハートウォーミングノートで。家購入の。ああいうなんか、もうね、超いい人みたいなキャラで行ったのに、途中から、あれ黒くねえみたいな。でも、ちゃんと両面をなんかバランスよくお届けされてるから、もう結構スペースとか毎回聞かせてもらってるんですけど、楽しいですよね。楽しいね。人間味がある。人間味があるってことですね。そうそうそう。オカピさんも絶妙なバランスな気がする。ああ、そうなんですね。僕もそう思いました。入りは情報なんですよ。すべて。なんか1000、2000、3000ぐらいフォローいる人は、全員情報で入ってますね。そこの軸をぶらしてないですね。確かに。それ逆転しちゃうと全然、なんか友達になっちゃいますもんね。そうそうそう。興味持てる人って。ここがね、めちゃくちゃ重要なんですよね。だから、まさにっていう、教科書のような、っていう感じな気がしますね。いずれ僕も、黒いマンションマカロンを。ブラックマカロン。ブラックマカロン。ああ、いいですね、なんか。ブラックマカロンみたいな。それいいな。誕生する瞬間までお付き合いいただければ。そうそうそう。そういうとこの方がね、まあ案外ね、こうバズったりしちゃうからな。確かに怖い怖い。でもね、まあそういうもんなんだと思うなっていうね。だから前のアカウントで、こう雑多にいろいろ呟いてしまったっていうことを、まあ反省というかね、まあそれだとエンゲージメントが深まらないっていうことも理解してたから今回に行き着いているっていう感じですかね。はい、そうですね。本当趣味ではあるんですけど、うん、そこはなんか、普段の仕事とか、うん、まあこういう、まあ、活動にも結果的には繋がったんだなっていうのは、本当実感しているので、うん。そうですね。うん。だと思いますよ。あとはマンションマカロンさんは先週か、うちの住んでのポータルの方で、柏の葉の記事をね、ご記載いただいたんだけれども、はい、あれが結構見られる。ましたね、多分。そうですね。僕もちょっと、すみません、驚いてるところあるぐらいには。だいぶ。あれも、フォロワーさんもちょっと増える要素にはなる感じですかね。ありがたいことに、あれ、投稿させていただいた後に、やっぱ、50ぐらい増えたのかな。じゃあ結構増えたんだ。今、フォロワーさん900人ぐらいいただいてるんですけど、割合的にはむちゃくちゃ増えた気がします。いや、その時の50とか数十ってめちゃくちゃ大きいから。びっくりですね、本当に。でもそれをギブアンドテイクですよね。なんか情報っていうのを出して、でそれに対してのリターンっていうのはフォローっていう報酬っていう構図だと思うので、ですね。まあ別にね、フォロワーさんの数が全てじゃないし、なんかそれはただ、貢献してると思いますよね。自分の情報が誰かに届いている人が多くなっているっていうのは、ね、そうですね。嬉しいことですよね。普段仕事ではあんまりその情報を発信するっていう立場になくて。なるほど。はい。で、それでなんか他の、なんだろうな、場面で、それができたらいいなっていうので始めたのが、マンションマカロンじゃない別のブログであり、アカウントなんですけど。なるほど、なるほど。で、やっぱ、そういうところで自分を発信するって結構いいなと。で、まあ仕事で生きるとこもあるかもしれないけども、とりあえず、それはそれで自分の、まあ、発信する場としては、やっぱ作ってよかったなって思いましたし、で、やっぱそれが、今、マンションマカロンの活動にも役立ってて、少ないながらもマンションの記事も僕、まあブログやってるんで、そこでも、まあ仕事ながら書いてますけど、それも、過去にブログ立ち上げてたから、スッと入れましたし、そういうことですね。菅山さんのね、ブログの方にも、まあ今まで通りの流れで寄稿もできましたし。なるほどね。本業以外のところでも、なんかちょっとコツコツというか、そうやっていったのが実っているっていうような感じですかね。本当、嬉しい限りですね。そうですよね。フォロワーさんがね、ちょくちょく増えていくメリットはね、一個ね、会いたい人に会える可能性が高くなることですね。なんかこれ別に僕が商売でやっちゃってるから、僕は。会社立てて。だから、このぐらいフォロワーいると、僕の DM に力が出るんですよ。ああ、まあ確かにそれは感じます。そう。で、それってね、結構、なんかその新幹線のチケットを持ってるようなイメージで、すぐ仙台行けるみたいな。なんか、その誰かに会いたいってなった時に会いやすい。確かに結構知名度も、それなりに実感されてるんじゃないですか。そう、だから、それはね、すごいあるなと思ってて。例えばこの影響力が若干でもあるから、例えば新築マンションのモデルルームアカウントに DM 送って、だから例えばね、それで会いたいですとか言ったら、まあ帰ってくるみたいなね。例えば、それ営業になってるわけですよ、僕たち。だからそういうのができたらいいなとかね。いろんな人と絡める土台が増えていって、またなんかチャンスとか機会が巡ってくるかもしれない。そうですね。当然、人となりというか、まあ例えば、まあ、すんたまさんだったら、すんたまさんのなんだろうな、パーソナルの部分というか、細かい部分っていうのは当然普段のツイッターからのコメントとか、そういうところから拾っていくことが、まあ、中心というか、正しいと思うんですけど、でも全然すんだまを知らない人が見れば、まずは多分数字から入っていく気はするので、そうですね。そこは多分、届け方にバリエーションが生まれるのかな。ああ、それはあるかもしれないですね。ものすごく人間的に素晴らしくて、有益なことをつぶやいてる方だとしても、まあ万が一フォロワーがちょっと少なかったら、広がる幅って狭まっちゃう気がするんですね。そうですね。それはあると思いますね。両輪というか。両輪って感じはしますね。マンションマカロンさんは、いわゆるマーケティング、ツイッターマーケティングの教科書を言ってるので、かなりね、参考にされたらいいと思います。なんかそういう発信活動をこれからやろうっていう人は。で、特にまずね、まず、ニッチを攻めてますね、かなり。はあ、確かに。うん。ニッチです。柏の葉を中心とした、その TX 遠征にポジションを取る。はい、うん。確かに。もうそれ以外は逆に本当ど素人の極みなんで。うん。そこをポジションを取って、定期的にそのマンションの新着物件とかの情報を見て、それにコメントを入れる。うん、っていう、この二つですね。基礎は。うん、基礎はこの二つ。はい。っていうところで、次何かプラスアルファをこれから多分考えていけばいいんだろうなっていう。うん、そうですね。まあ本当マンション大好きだし、街歩きとかも大好きなんで、うん、まあ普段フォローさせていただいてる、うん、もうマンションクラスター中心、の、まあ、皆様のツイッターからはやっぱり少しずつではありますけど、うん、知識とかはね、うん、いただいているので、うん、で、それに僕、ちょっと大事にしているところとして、うん、つぶやくマンションは、絶対その、現地に行ってる、行くみたいな。それは結構僕、わかんないじゃないですか。現地知らないと。確かにね。例えば、すげえわ。僕なんか言ったかな。すげえな。全然知らないマンションとかつぶやいたところで、僕もなんかそのコメントに気持ち乗らないし、なるほど。本当に高いかどうかなんて興味がないと調べようもしないので、だから最近ちょっと埼玉県でね、いけてるマンションどんどん増えてて嬉しいですね。なるほどね。はい、ありがとうございます。だから、これからもコツコツやり続けていくことと、ちょっとずつ色出していくみたいなのが今後のなんか、第2ステージな気がするので。そうですね。僕は個人的にはブラックマカロンがめちゃくちゃみたいな。そうですね。今から僕もちょっと、心身鍛えていかないと。っていうふうには思うので、でもすごいね、この話はね、結構いろんなことに通ずる話な気がするので、本日お時間いただいてありがとうございました。はい、楽しかったです。ありがとうございました。はい。